こんにちは、いるどもさとうです。今日はですね、こちら、モンテグラッパのルカーレ・ムラーノのバイオレット・ベネチアという、あのベネチアの色を、ベネチアのにある島なんですけども、ムラーノ島というベネチアングラスが大変有名な島なんですけども、そちらをイメージしたシリーズ、ルカーレ・ムラーノの、紫色ですね、バイオレットをご紹介していきたいと思います。こちらはボールペンです。出てきますね。非常にこの紫と黒、ちょっとパールがかった紫、ピンクなどがマーブルに合わさって、あの本当に一つ一つ全然違った表情を見せてくれますね。でこちらは天管がこんなような感じで王冠になってます。のもちろんあの結構、まあ、紫色で美しい感じなので、あの女性にもいいですし、ちょっとこう一癖あるファッションにこう胸元に刺していても男性でもいいかなっていうふうに思います。こんな持ってる男性がいたらちょっと違うなっていう感じになりますよね。スーツとかにぜひあの差し色で使っていただいてもいいんじゃないかなと思います。では手元見ながら見ていきます。はい、いかがでしたでしょうか。こちらのドゥカーレ・ムラーノの、バイオレット・ベネチア、モンテグラッパのものですね。非常に妖艶でですね、
好きなボールペンの一つですね。大人になったらとか、もう大人なんですけどもあのちょっとセクシーな女性を演出してくれるんじゃないかなっていうふうに思っています。もう見てるだけでももう宝石のようで見惚れてしまいますね。はい、ぜひ気になった方チェックしてみてください。